番外編のゆきちかです。今日もええかなやっていきましょう。よろしくお願いします。番外編です。さて皆様、番外編何しましょう。一個です。ここです。練習試合やっていきましょう。よろしくお願いします。服部で選ばせていただきました。なのでこういう風な感じでこう一個ずつ打順を上げててみようかなって感じですね。足これでいきましょう。しかしさあ練習試合でございます。よろしくお願いします。よかったら皆様チャンネル登録をご予約させてください。よろしくお願いいたします。よし、小戦力ゲー。甲子園前にこんな強豪と戦うのってなかなかないからね。よくないと思うんだよな、個人的には。西、走ってみようか。走れるなら走ってやろう。星野はダメかー。ミスったー。普通にしくったー。ごめーん。ごっぺーん。オッケー。許してくれる、これで。謝ったからね、しっかりと。星野だったからダメだったか。星野は走れない。一個分かったことがあった。オッケー。星野は走れない。いや、星野ね、このまま2番で固定するつもりでいるんで、ちょっと、星野見習ってほしい。オッケー。ハットでもナイス。星野も走力も上げなきゃいけないね、そしたら。星野は走らせればいいんだもんね。単純に考えるとね。ノーアウトで3人で点が取れない。このクソ打線どうしたらいい？怒っていい？締めていい？よし。転がしましょう。転がしてほしいって顔してる。落ちる！なんで落ちないんですか？なんで落ちないんですか？なんで落ちないんですか？怒っていいですか？これ、桑原ってそんなに打撃良かったっけ？いや、そんなにだな。打てるなら打ってほしいんだよな。オッケー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 。なんかまあ、うちのピッチャーは割と伝統で、エースは打てるっていう謎の理論があるんですよね。そうなんですよ。エースはなぜか打てる。うちのなぜかルールみたいな。エースを打てないとなれませんみたいな。桑原だから打てるんだよね。よし。かましてやろうぜ。阿部日の強さ見せてやろうぜ、星野。おー上がりすぎじゃねこれ。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。犠牲フライしっかりと打てるのは偉いからね。こういう場面でしっかりと犠牲フライ打っていこう。相手の何チーム、魔物使ってる？どうぞ、魔物撃ちゃう！イエーイ！喉痛いんだよ、今日。喉痛いの今。バリクソ伸びて。いや、あれかな、風邪ったかな。すぐコロナになるから怖いんだよな。なんか生えてるじゃないですか、コロナも今。大丈夫です？なってないです？コロナだったりとか、コロナだったりとか、インフルだったりとか。マジでみんな流行ってますからね。気をつけてください、マジで。マジで気をつけようね。一緒に気をつけよう。対策とかでも正直、うがい以外でないんだよね。ガラガラして、ガラガラして、ピンチ、ピン。ガラ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 、ピン。カトちゃん、ピン。よし。やっていきましょう。寒い逆もかまして。なんでさ、コナミの AI ってさ、この場面で盗塁されてさ、確定で三塁に投げるんだろうね。いいじゃんね。そのまま、走塁させばね。オッケー。なんかよくわかんないことするよね、ほんとに。謎み極まってるわ。大橋はね、ちょっと三塁だと守備が怪しかったからね。こんぐらいの方が、個人的にはありがたいです。はい、アベリヒットつきました。はい、引っ張りましょう。何？そんなに流したいの？失速するだろ、あんたの打球流すと。だから引っ張るよ、思いっきり。なーい。自分が思うより引っ張ればいいのに。もったいない。あ、ダメだ。なんかダメだ。なんかね、橋本はね、打率ほどね、打ってる感じがしないんだよね。なぜか知らんけど。そう。なぜか知らんけど、打率ほど打ってる感じがしないっていうね。よし。内角いきまーす。内角いきまーす。いけ。オッケー、ナイス。赤がうまいよ。赤川くんうまいよ。うまいよ、うまいよー。今日、桑原2安打か。なんか、2安打できるピッチャーもなかなか偉いよね。強っ。打撃強っ。それは化け物だわ。西。これ1番張れるわ。補給高すぎだろ。オッケー。なんか、舐め腐ってるとこうなるよってところ見せてやろうぜ。かといって、うち。あ、かわいそうに。ポテイヒットはかわいそうに。マジでかわいそう。僕は彼を救ってあげたい。誰か救いの神様よ。桑原を救って、オッケー。引っ張り系がナイス。欲しいのはな、走れなかったしけどな。リベンジ、オッケー。リベンジ成功。これで服部がね、輝くのよ。
チャンスだからね。ライドラ、プルヒってどうなんだろうね、本当に。ライドラとプルヒの組み合わせと今までやったことない気がするんだよね。ある？なんかもしなんかあったら、今までの動画見てる人いたら教えてほしいな。やったことないと思うんだよね。だからライドラ、プルヒの検証を彼がしてくれるって感じですね。走りますか。これでノーアウト2、3塁を作ってくれるっていう神の状況を作れるだけでございます。7裏でしょ？この前行くか。流します。流します。うまい！うまい！なんか、アウェヒって感じの当たり。素晴らしすぎる。この回コールドしようか、もう。か、練習試合も飽きたし。練習試合飽きました。じゃあ、コールドします。まあ、飽きたからもういい。バイバイ。いけ！松永！かましてやってくれ！オッケー、これ超えたな。さすが広角。マジエグいわ。今のところさ、広角のエグさしか見てない、見せないよね、みんなに。マジで広角エグいんだよな。プルヒより全然広角の方が強いからね。そう。全然強いから、広角。マジでみんな使ってほしい。まあ、これがプルヒの弱点です。流せない。で、広角はちなみに引っ張れます。そう、マジでね、100でやって1に、あ、100外あって1にだし、違う。よし、大丈夫しまーす。まあ、山下よ。覚醒してっからね、彼。彼覚醒してっから。そろそろ打つよ。そろそろ打つよ、山下。本当に打たねえな、おい。中野不純さん。中野不純さん。不純さん。不純さん。よし、3度目行こうか。3度目のチャレンジ。オッケーオッケーオッケー。走れる走れる。走れるじゃん。これで盗塁 C になってくれたらマジで熱いんだよな。ヒットエンドラン。オッケー。今の3塁逆にヒットエンドランだからこそ、抜けた感じだね。偉いな、本当に。いや、こんな順結構いいかもしれんな。ああ、あれね。そう。あれね。1番、沖山、2番、星野ね。星、そういうことね。なんとかなる。人間、走ればなんとかなるからね。まあ、橋本はな、ほんと難しいよな、使い方が。どういう風に使うかマジで悩むもんな。てか俺、星野がさ、100% あれになると思ってたからさ、ベンチワークになると思ってたからさ、星野を入れてんだけどさ、星野キャプテンにしたんだけどさ、星野を普通にスタメンなんだよな。なんならもともと9番だったんだよ、彼。あ、じゃあ8番だ。8番からのスタートで、いつの間にか2番打ってるぜ。普通にクリーンアップ候補だよ。うち最強出し理論だから2番。2番はうち最強出し理論なんだよ。最強出しリーグで最強出しのところにいいんだよ。すげえよな。おー、褒めてほしい。オッケー。なんか、練習試合、圧倒的に勝つことによって、こうやって、甲子園の前に弾みをつける。弾みをつける。階段をつける。明かりをつけるよ、君にーっていう見せての歌があったけど、それ通りになってくれたんじゃないかなと思います。それで得のはつかないからね。ただ、練習試合をやることで、1個2個やっぱ、能力上がるんですよ。やっぱそれがすっごい大きい。100勝目だって。バンザーイ。バンザーイ。あと、その他のアイテムは結構重要。逆転の発想とか。これをね、パワポで買ってもいいんだけど、俺みたいにパワポなくなるからね、普通に。パワポって。買い続けてるとマジすぐなくなるから。みんなマジ気をつけた方がいいよ。雪かきと、あと水はけだけはね、絶対あった方がいい。これだけ絶対あった方がいい。マジであった方がいい。みんな参考にしてね。あんまり俺の動画参考にしなくていいんだけど、これだけは全然参考にしてもらっていいと思います。どうぞよろしくお願いします。9戦会でございます。もうここだけ見て、何が取ったかだけ見て、まあいいよ。上から 2番目で、4番かな。OK! これが一番熱いっしょ、カードとしては。ここから始まるリズムに合わせて、橋本西高校とかめっちゃ地元だな名前が。そんな感じでまた皆様、次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。金属来る？来る？今度こそ。バイバーイ。